こっからやっていきます。今回次からは、はい、ごめんね、ここさ絶対破れちゃうんだ。普通ここハサミで切るんだよね。でも祭りの家にハサミっていう概念がなくてさ、残念ながら。ごめんね、ハサミっていう概念がないからさ、ラミちゃんが毎回切られるっていう問題は発生するんですけど、本当に申し訳ない。まあでもカードが切れないっていう、カードは切られないからね。ラミちゃんごめんね、ラミちゃん毎回ソーリーいません。そこに包丁があるやろ。まついさ、行ったことないかもしれないけど、包丁ってまつい鉄の金属の包丁使えないんですよ、実は。なんでかっていうと怖いんだよね。そう、実はあのね、プラスチックのさ、100均とかで売ってるさ、プラスチックとかの包丁あるでしょ。何セラミックっていうの。あ、そう、アレルギーとかじゃなくて、なんかあの金属でもう人刺すぞ感があるじゃん。あれがねすごい怖くて、まつり無理なんだよね、どうしても。だから持ってないんですよね、あの金キラ銀キラ銀の、あのみんなが想像する鉄っぽいあれは持ってない。そもそも家にないです。実家もなんかセラミックにしてもらってる、怖いから。銀ギラ銀にさりげなく、だからハサミもない。そう、刃物系あんまないんだよね。あのカッター、カッターっていうか、何ですか、カミソリしかない。カミソリしかないの、逆にあれかな、メンヘラに聞こえる。ということでやっていきましょうか。はい、でも安全カッターだから、カッターじゃないわ、カミソリ。はい、メンヘラじゃん。私メンヘラじゃないもん、ピエンナ。あ、ほーい、これキラキラしてる、ちょっと。